リオオリンピック参加標準記録突破へ、桐生祥秀が 200m に出場。約5ヶ月ぶりとなる 200m も圧巻の走り。昨日の 100m と合わせこの大会2冠を達成。参加標準記録には届きませんでしたが、それでも次走ったら結構ベスト出そうですね。500も200もどっちでも走る。